私は息子の陽一から結婚相手であるまどかさんが浮気をした上に子供まで作ったと聞かされた。浮気した上に托卵したなんて許せない。俺は離婚する。そう宣言してから1ヶ月後のことだ。お母さん、お久しぶりです。明日退院するので家に行きます。電話口からまどかさんの無邪気な声が流れてくる。私は彼女の言っている意味が全く理解できなかった。え？あなたと陽一は離婚したんじゃないの？え？離婚？私と陽一さんが？ちょっとお母さん、からかうのはやめてくださいよ。そんなわけないじゃないですか。その言葉を聞いた限りでは、まどかさんが嘘を言っているとは思えない。だが、もちろん全てを鵜呑みにするわけにはいかない。私は不審に思って、ちょうど家でくつろいでいる陽一に問い詰めてみた。ちょっと、陽一。まどかさんから電話があったけど、言っていることと全然違うじゃないの。それを聞いた途端に陽一はブルブルと震え、口をつぐんだ。隣で事の次第を見守っていた夫は、その様子を変だと思ったのか、竹刀を取り出すと勢いよく机に打ちつける。本気で殴られると思ったのか、陽一はついに喋り始めた。待ってくれ、殴らないで、全部話すから、お願いします。私は、マスミ。夫の健三は警察官を定年退職しており、現在は二人暮らしだ。息子の陽一は独立しており、SNS を使ってフリーランスの仕事をしている。私はあまりその方面に詳しくはないのだが、どうやらイラストで稼いでいるようだ。評判もかなり良く、テレビの取材を受けたこともある。夫は警察官という固い仕事をしていたせいか、はじめは陽一の働き方に理解を示していなかった。だが、今ではすっかり陽一のことを認めているようだ。それに、退官してからは穏やかになったようで、今までする暇のなかった家での仕事を手伝ってくれている。私は、せっかく庭のある一軒家に住んでいるので、夫と一緒に家庭菜園をすることを楽しみにしていた。そんな、ある晴れた日のことである。夫と家庭菜園の手入れをしていたら、陽一がふらっと帰ってきたようで、庭に入ってきた。私と夫は驚いて、作業の手を止めた。あら、陽一、珍しいじゃないの。陽一はなんだかニヤニヤと笑っている。ごめん、ごめん。楽しそうな話し声が聞こえたから、ちょっと覗いてみたんだ。なんだよ、ニヤニヤ笑いやがって。文句あるのか？夫は少し恥ずかしかったのだろう。むすっとした顔をすると、黙々と草抜きをし始める。まあまあ、そう言わないでよ。それでどうかしたの？ああ、大事な話があってきたんだよ。急に陽一は真剣な顔になったので、私も何だろうと身構えた。まあ、立ち話もなんだからそこに座りなさい。私と陽一は庭に置いてある小さなベンチに並んで腰掛けた。健三は気になるようだが、会話には加わろうとせずにせっせと草を抜いている。実はさ、俺、結婚しようと思ってるんだ。え？本当に？おめでとう。私は陽一の結婚を素直に喜んだ。健三もさすがに驚いたのか、立ち上がってこちらを見ている。それで、相手はどんな人なの？陽一は再びニヤニヤと笑い出した。まどかって言うんだ。あ、それでね、今もう家の前に来てるんだよ。え？はあ？私と夫は同時に間抜けな声を上げた。いくらなんでも急すぎるし、私は何の準備もしていない。ちょっと待ってよ。化粧もしてないのに会えないわ。大丈夫大丈夫。ありのままの姿が一番いいんだよ。まどかもいい人だから問題ないって。それじゃあ呼んでくるね。そう言って、
まどかさんを呼びに行く陽一の後ろ姿を見ながら、私はため息をついた。ふと夫の方を見ると、彼も呆れたような顔して私を見ている。まあ、あいつらしいな。いつもこれだ。本当に困ったわ。仕方ないだろう。ここまで来させて追い返すのも印象が悪い。すぐにまどかさんは陽一に手を引かれてやってきた。昼下がりの光の下で彼女はとてもキラキラと輝いているように見える。服装も仕草も可愛らしくて育ちも良さそうだ。私はまどかさんにいい印象を持った分、自分の服装がとても恥ずかしくなってしまった。お父さん、お母さん、紹介します。まどかです。まどかさんは深々とお辞儀をした。はじめまして、陽一さんとお付き合いしているまどかです。よろしくお願いします。どうもご丁寧にありがとうございます。本来ならばこんな庭先ではなく、きちんとした場所で挨拶すべきなんですが。そんな、いいんですよ。それよりも、いいお庭ですね。お花もたくさん咲いて、とっても綺麗。私もお手伝いしてもいいですかね。まどかさんは大きな目をキラキラと輝かせている。その子供のような無邪気な笑顔に、私も思わず嬉しくなってしまった。見ると、夫も顔をほころばせている。そうですか。いや、本当に陽一にはもったいない人だ。至らないこともあるでしょうが、ぜひ陽一をお願いします。私からもお願いします。だけどね、陽一、今度からちゃんと事前に連絡するのよ。私の小言で陽一は罰が悪そうに後頭部をポリポリ書いている。実はさ、まどかがこの日しか空いてなかったんだよ。それに事前に連絡すると変に緊張させてしまうってまどかが言うからさ。陽一の言い訳にまどかさんは不服そうな顔をして陽一の方をちらりと見た。まあそれはいいわ。それよりもお茶を出すわ。家の中に入りましょう。すみません、この後予定があるので。また結婚式の日程が決まったら連絡するから。二人は私たちを庭に残して立ち去った。急にやってきて急に帰ったので、まるで白昼夢だったのではないかと思ってしまう。一体何だったのかしら。いいんじゃないか。俺らの頃とは時代が違うんだし。それに二人も立派な大人だから大丈夫だろう。そうね。いろいろ心配なことはあったが、陽一とまどかさんは無事に結婚した。結婚してからも彼らはうまくやっているようだった。私たちの家からそう遠くないところに住んでいたので、まどかさんは時間があれば私たちを手伝いに来てくれる。私と夫とまどかさんの3人で世間話をしながら家庭菜園をしたり、私の料理を教えてほしいと言ってくれるのだ。そのけなげな姿に私も健三もすっかり気に入り、何かと世話を焼くようになった。嫁姑問題は起こる気配もなく、とても良好な関係を築けていたと思う。しかし、まどかさんは疲労が溜まっているようだった。目の下にクマを作り、頬も少しこけている。部屋でお菓子を食べている時に、私は思い切ってまどかさんに聞いてみた。まどかさん、最近疲れてない？ちょっと心配だわ。すみません、最近仕事が忙しくて。まどかさんは、私に何かを隠している。直感で私はそう思った。そしてそれは健三にも分かったようで、優しい口調で話しかける。まどかさん、遠慮することはないんだよ。私たちは家族なんだ。何でも相談してくれ。そうでないと、まどかさんの親御さんにも申し訳ないから。まどかさんはしばらく黙ってお菓子を頬張っていた。
やがてその大きな目から涙がこぼれた。実は陽一さんが全く家事を手伝ってくれないんです。お互い仕事が忙しいのはわかります。だけど何もしてくれないからとてもしんどくて。そこまで言うと彼女は肩を震わせてうつむいてしまう。真面目な彼女のことだ。陽一の悪口を私たちに言えずに一人で抱え込んでしまっていたのだろう。私はまどかさんの肩を優しく抱きながら耳元でささやいた。よく言ってくれたわ。陽一には私たちから言っておくから心配しないで。私たちはまどかさんの味方だからね。ありがとうございます。私はすぐに陽一を電話越しに叱った。陽一はおろおろしながら仕事が忙しいなどと適当な言い訳を並べている。いい加減にしなさい。仕事が忙しいのはお互い様でしょうが、それでも支え合うのが夫婦でしょう。わかったよ。さすがに陽一も反省したようで、それからはまどかさんの負担も減ったようだ。元気になった彼女を見て私もほっとした。こんなにいい人なのだから陽一も必死で幸せにすべきなのだ。それから数年後の春にまどかさんから妊娠の報告を受けた。私と夫はついに初孫が見れると大喜びをしたが、ことはそううまく運ばない。まどかさんは急に体調を崩してしまい、病院で検査をしてみたところかなり危険な状態だという。結局まどかさんは切迫早産と診断され入院をすることになった。私たちは無事に出産ができることを必死に祈り続けた。そして祈りが通じたのか、まどかさんは無事に出産。産後の調子も全く問題はないが、大事をとってしばらく入院することになり、退院後は私たちの家で過ごすことになっていた。早く孫の顔が見たかったが、まだまどかさんの体調も良くないだろう。祝いの電話だけ済ませた1ヶ月ほど経ったある日のことである。外は雨だったので庭仕事はせずに夫と二人でテレビを見ていた。すると突然陽一が家を訪ねてきたかと思うと居間に転がり込んできた。そして大声で泣きながら、父さん、母さん、もう俺はまどかと一緒にはいられないというのである。急なことに私も夫も驚いて何も言うことができない。ちょっとどういうことなの？せっかく子供が生まれたっていうのになんでそんなこと言うの？そうだ、とにかく訳を話しなさい。陽一は鼻をすすりながらポケットからくしゃくしゃになった紙切れを取り出して机の上に置いた。ずっと前からまどかの様子が変だったんだ。俺の実家に行くって言ってよく家を開けてたけど、本当はここには来てなかったんだ。浮気してたんだよ。私と夫は思わず互いに目を合わせた。こちらに来る頻度は高かったので陽一の言葉はにわかには信じられなかった。そりゃ俺だって悪いところはあったよ。だけど母さんに叱られて本気で反省してたんだ。それなのにまどかのやつ子供まで作ったんだ。じゃあまさかまどかさんが産んだ子供って？陽一は机の上に置いた紙切れを勢いよく叩いた。俺の子じゃないんだよ。 DNA 鑑定したら親子関係はないって判定だ。これがその鑑定書だ。信じられるか？あんな平気な顔して企んしてたんだ。陽一は怒りが収まらないといった様子でそうまくしたてる。体についた雨水がテーブルや床に飛び散る。私は机の上の鑑定書を手に取って読んでみた。雨水のせいでインクが滲んでしまい読みづらかったが、確かに親子関係はないと書いてある。夫も信じられないといった様子で鑑定書を眺めている。私はまどかさんが浮気をした上に企んをしたことを信じたくはなかった。
これまでとてもいい関係を築いていたのに、あの態度の裏でそんな悪いことを考えていたとはどうしても思えないのだ。それは夫も同じだったようで、しきりに頭をかきむしっている。この鑑定書は信じていいの？もっとちゃんと調べた方がいいんじゃないの？もちろん本人にも聞いたよ。そしたらマドカは急に態度が変わった。俺のことを都合のいい ATM って罵倒したりした。そんなの信じられない。本当なんだよ。マドカだけじゃない、向こうの実家も俺のことを責めるんだ。これだからフリーランスはダメだってな。もう限界だからここに来たんだよ。それでお前はどうしたいんだ？マドカとは決別する。向こうの実家とも関わりたくない。離婚するってことか？そうだ、証拠は全部揃ってる。俺は悪くない。陽一の心はもう決まっているようだった。ここまで話が進んでいるならもうどうすることもできないが、せめてもう一度だけまどかさんと話がしたかった。わかったわ、こっちもそのつもりでいておくから。ありがとうお母さん、心強いよ。だけどまどかにも向こうの実家にも連絡はしないで、全部俺が何とかするから。そこまで考えてるなら好きにしろ。だけどくれぐれも警察沙汰にだけはするなよ。わかってるって。じゃあ俺はこれで帰ります。陽一は鑑定書を受け取るとそれをポケットに押し込んで足早に立ち去った。それから私たちはなんとなく気持ちが暗い日々が続いた。もうまどかさんが庭仕事を手伝うことも、彼女から料理を教えてと頼まれることも、孫の顔を見ることもないのだ。そう考えるととても寂しくなってしまう。これからもっと楽しい人生が始まると思っていたのに、これではあまりにも寂しい。夫も口には出さないが寂しく思っているようで、静かに草抜きをしている。そんなもやもやとした生活が1ヶ月ほど続いたある日、家に電話がかかってきた。はい、木島です。あ、マスミさん、お久しぶりです。おかげさまで具合も良くなったので、明日退院することになりました。子供とそちらに向かいますので、よろしくお願いします。電話口から、まどかさんの無邪気な声が流れてくる。私は彼女の言っている意味が全く理解できなかった。え？あなたと陽一は離婚したんじゃないの？え？離婚？私と陽一さんが？あ、ちょっとお母さん、からかうのはやめてくださいよ。そんなわけないじゃないですか。私は何が何だかさっぱりわからずに頭が混乱してしまう。そこで私はまどかさんに陽一が言ったことを説明した。最初はまどかさんも呆れていたが、企んしていたと言われたことには本気で怒った。それはいくらなんでもふざけてるわ。浮気どころか他の男とも会うなって束縛してきたのは陽一の方よ。私もそれを守ってたのにそんなこと言うなんて許せない。その言葉を聞いた限りではまどかさんが嘘を言っているとは思えない。だがもちろん全てを鵜呑みにするわけにはいかない。わかった、ちょうど陽一は家にいるの、話をしてみるわ。お願いします。私が電話を切ったタイミングで健三が庭から戻ってきた。なんだ、何かあったのか？ちょっとね。陽一は部屋にいるかな？いるんじゃないのか？何か話し声が聞こえてたぞ。私はすぐに陽一の部屋に踏み込んだ。陽一はその時パソコンで誰かと通話をしていたが、私が部屋に入ってくるなり画面を消した。なんだよ、入る時くらいはノックしてよ。ごめんごめん、コーヒー入れたからさ、ちょっと飲まない？陽一はなんとなく異変を察知したようだが、断ることなく居間へとついてきた。
しかし、そこにはコーヒーはない。あれ？何もないじゃん。いいから、そこに座りなさい。陽一をソファーに座らせると、私はまどかさんとの電話のやりとりを説明した。それを聞くなり、陽一はブルブルと震え始める。それからはもう、何を聞いても陽一は答えようとはしない。その様子を変だと思った夫は、竹刀を取り出すと、勢いよく机に打ちつけた。陽一、黙っててもわからないだろうが、否定するならしてみろ。だが、それでもなお黙っているので、夫は陽一を打ち据えようと、竹刀を振り上げる。本気で殴られると思ったのか、陽一はついに喋り始めた。待ってくれ、殴らないで、全部話すから。お願いします。それを聞いて、夫は竹刀を下ろした。よし、わかった。言ってみろ。観念したのか、陽一はついに本当のことを話し始めた。まどかとは最近、折り合いが悪くなってたんだ。それでつい魔が差して、別の女と浮気してしまいました。じゃあ、あんたの方が悪いじゃないの。俺は悪くない。まどかが俺のことをほったらかしにするからいけないんだ。俺よりも母さんたちの方ばっかり構ってたじゃないか。それが嫌だったんだよ。夫は陽一の言い訳に激怒した。ふざけるな。浮気したお前が悪いんだろう。相手の人とはどうなってるんだ。それがさ、妊娠しちゃったんだよね。でも仕方ないでしょ。別に妊娠させたくてしたわけじゃない。自然な流れさ。全く反省の色が見えない陽一に、ついに夫は竹刀で殴りつけた。貴様、子供を作るということがどういうことなのか分かってるのか？一体これまでの人生で何を学んだんだ？陽一は殴られて涙を流しながらも夫に食ってかかった。うるさい！あんただって悪いんだ。警察かなんだか知らないけど偉そうにしやがって、俺のやること全部否定してきたじゃないか。もううんざりだ。俺に怒られるのが嫌だからごまかしたっていうのか？そうだよ。せっかく出産の日付を調節して違和感なく子供を作ったのに全部パーだ。うまくいけば窓かに全部押し付けて別れることができたのに。陽一は開き直ったのか、自分がしてきたことを全部暴露した。さあさあ、殴ってみろよ。そしたら警察に言ってやる。ネットにも書くぞ。元警察官が息子に暴力を振るうってね。そうすれば記事にもなる。そんなことがまかり通るわけないでしょ？通るんだよ。今はそういう時代なの。はっきり言って、父さんも母さんも時代遅れなんだよ。頼むから俺の邪魔をしないでくれるかな。警察に訴えると言われて、夫は手が出せなくなってしまった。そうは言っても、嘘をついたのはあなたの方でしょ？そのことをどう言い訳するの？私の訴えに、陽一はもう聞き耳を立てない。ねえ、母さん、もう黙ってくれるかな？あんまり騒ぐとネットに晒すよ。しかし、私はどんなことを言われても怖くはなかった。陽一がどうネットに書こうと、彼がやったことが許されないことは明らかだったからだ。それは時代がどうとかは関係なく、ダメなことはダメなのだ。そしてそれを教えるのも親の役目だと思っていた。そう。じゃあ仕方ないわね。そうそう。そうやって歯向かわずにいてくれれば、売り上げのいくらかも渡してあげるよ。これでも結構儲かってるからね。陽一はニヤニヤと笑っている。お金で私たちの口を封じるつもりなのだ。だが、もはやそんなことはどうでもいい。あいにくだけど、私たちは今の生活に満足してるの。ネットに書きたければそうしなさい。今から、まどかとその両親にすべてを伝えるわ。それを聞いた途端、陽一は急に慌て始めた。感情に任せて喋りすぎたことにようやく気がついたのだろう。待ってくれ、
それはダメだ。向こうの親に知られたら大変なことになる。黙ってくれないと困るよ。必死でそういう陽一に、賢三は再び竹刀を握りしめた。今さらそんな調子のいいことが通ると思ってるのか。だいたいこんなすぐにバレるような計画を立てるお前がいけないんだろうが。もう観念しろ。いやだ。ネットに全部書くぞ。虐待だって言うぞ。やれるもんならやってみろ。夫が陽一を折檻している間に、私は窓香さんに電話をかけた。そして陽一が口走ったことのすべてを伝えた。本当に信じられない。決めました。お母さんには申し訳ないけど、陽一とは離婚します。謝るのは私の方よ。本当にごめんなさい。あなたの両親にも私の方から伝えるわ。そして今度は窓香さんの両親にこれまでの経緯を伝えた。当然激怒して、明日私の家で話し合いがしたいと言ってきたので、それを承諾した。そのことを夫に伝えると、逃げ出さないようにするためにパソコンとスマホを取り上げる。そして変な真似をさせないように一晩中陽一を監視し続けた。陽一は隙を見て何度も逃げ出そうとしたが、元警察官である夫の前では虚しい徒労に終わる。翌日の早朝に窓香さんとその両親がやってきた。孫はとりあえず窓香さんの母親が面倒を見ることになったので、彼女と孫は別室に移る。そして話し合いが始まった。まったく驚きましたよ。まさかこんな男だとは思いませんでした。本当に申し訳ありません。一人息子なもんですから、甘やかしすぎました。とにかく、陽一さん、どういうことなのか説明してよ。まどかさんの表情はこれまで見たことのない怒りを含んでいる。陽一はその目線を合わせるのが怖いのか、うつむいたままボソボソと話す。全然聞こえない。はっきり言いなさいよ。まどかさんに叱られて、陽一は少し声を大きくして、これまでの経緯をはっきり喋った。まどかさんが企んをしていたという嘘の箇所で、やはり義父もまどかも激怒する。うちの娘が企んをしていたなどとよく言えたな。どこまで娘のことを恥ずかしめれば気が済むんだ。本当ありえない。お父さんとお母さんはとてもいい人なのに残念だわ。全員の怒りを受けて、陽一は両手で髪の毛をぐしゃぐしゃとかきむしる。もはや嘘をつくことも弁解をすることもできないようだ。ここまでのことをされて、今後結婚生活を送ることはできません。離婚します。今この場で判を押してください。当然、慰謝料も払ってもらえますからね。まどかさんは離婚届を机の上に置いた。陽一は嫌だと首を振り、判を押そうとはしない。陽一、ここまで来て嫌だと言えると思うか？全部自分がやったことだろう。判ぐらい自分で押しなさい。そう夫に怒鳴られては、陽一も反抗することはできない。私は陽一の判を持ってくると押すように言った。そして私と夫が監視する目の前で、陽一は離婚届に判を押した。それとこれにもサインをしてください。まどかさんが渡したのは、慰謝料と養育費を十分に払うという誓約書だ。陽一はいやいやサインをしたが、その途端に陽一の態度は一変した。け、こんな紙切れにサインしたくらいでいい気になるなよ。何を言い出すんだ。いいか、俺は有名人なんだよ。俺の作品は高く売れるんだ。それだけの価値が俺にはあるんだよ。おとなしく言うことを聞いてれば、お前らだって甘い汁を吸えたんだ。逆切れした陽一は止まらない。お前らは俺と縁を切ったことを後悔するぞ。
貧乏になって金が欲しいって頼ってきてももう遅い。俺は浮気相手と結婚してやる。お前らのことなんかもう知らない。陽一は捨て台詞を吐くとスマホとパソコンを取り戻し家から出て行った。後に残された私たちの間には気まずい沈黙が流れる。本当にすみません。なんであの子はああなってしまったのかしら。私は辛くなって涙が溢れ出した。本当に辛いのはまどかさんや義両親なのに泣いている場合ではないと自分に言い聞かせるのだが、どうにも止まらない。ただこう言ってはあれですが、陽一と別れたのは正解でしょう。まどかさんは素晴らしい人だからきっといい人に巡り会えます。そんなことはないですよ。だけどお父さんとお母さんに会えたことは本当に良かったです。もしお二人が良ければこれまでと同じような関係でいたいのですが。そのまどかさんの心遣いが逆に私の心を締め付けた。だが義父も私たちに頭を下げて頼んできた。実は私からもお願いしたいんです。住んでいるところが遠いもんですから、まどかもまだ体調が万全でないし仕事だってある。できれば面倒を見てあげてほしいんです。それは私たちにとっても願ってもみないことだった。そうですか。それならば遠慮せずに頼ってください。まどかさんを娘のように大切にします。私の言葉にみんな大きな声を上げて笑った。張り詰めた空気が緩んでいくのが分かった。そのタイミングを見計らって義母と孫が居間にやってくる。私たちは孫を抱きながらこの子のことについて大いに語り合った。まったく、お金なんてなくても幸せだったらいいのに。陽一は本当にバカね。そのことなんですが、実は陽一さんの仕事の口利きをしていたのは私たちなんですよ。そうだったんですか。それは知りませんでした。ええ、まあそういう関係の仕事をしていますからね。でも今後は控えるようにしますから、これまでのように仕事はできないでしょうね。その義父の言葉は現実のものとなった。義父からの口利きがなくなったために、陽一の仕事は激減してしまったのだ。しかし、彼は強がり続けて私たちに助けを求めようとはしなかった。そして、自分たちだけで浮気相手との結婚を決めて盛大な式を挙げた。だが、まどかさんとの離婚とそのやりとりがネットで暴露されてしまい、陽一は大炎上してしまう。そのことをニュースで知った私は陽一に大丈夫か尋ねた。だが陽一は私たちが離婚の情報を流したと言って聞かず、一方的に縁を切ってしまった。さらに話はそれで終わらず、実は浮気相手の子供は陽一との子ではないことが判明したのだ。大金を稼ぐ陽一にくっついていれば大丈夫だと思われていたのだろう。結果的に企んをされていることになったというのは、何という皮肉であろうか。あれだけ評判が良かった陽一の仕事は全く評価されなくなり、企業との契約も次々に打ち切られて、多額の違約金を背負うことになった。そればかりか、税務処理もいい加減で、その方面からも叱られることになり、陽一は莫大な借金を背負うこととなってしまう。私は何度も陽一のことを助けようと思っていたが、夫に止められてしまった。気持ちはわかる。だけど、これはあいつの試練なんだ。これを乗り越えなければ、また同じようなことを繰り返すに決まっている。そうは言いながらも、夫が陽一のことを心配しているのは明らかだった。陽一は頼るところがなくなったのか、孫の父親だという一点だけで家に訪ねてくる。だけど私は心を鬼にして
家に入れることはなかった。すると彼は家の外で大声で、マドカ、俺が悪かった。よりを戻そう。子供の父親として世話をさせてくれ。と叫ぶのだ。あまりにしつこいので、夫が警察に頼んで追い払ってもらった。万が一のことを考えて、まどかさんは仕事を一旦辞めて、孫を連れて実家に帰った。陽一は諦めて浮気相手の元に戻るが、その相手もかなり自由奔放なようだ。しかし、これ以上世間体を悪くすることはできないので、じっと耐えている。それに加え借金だらけなので、かなり貧乏暮らしをしているようだ。まどかさんは、陽一がもう来ないことを知ると、孫を連れて遊びに来てくれる。そうして、庭仕事を楽しんだり、料理を作ったりしてあげている。まどかさんの両親とも、これまで以上に仲が良くなり、時間を見つけては旅行に行くほどの間柄になった。今度の休みにまた観光地に行くことになったので、今から楽しみだ。いろいろなことがあったが、今はとても幸せに暮らしている。